はい、ロック福田の腕時計魂。今日ははい、バルカナイズロンドンアットザプレイハウスイン表参道に来ております。2人の憧れのお店ついに取材が叶います。じゃあ行きます。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。やっとようこそお越しいただきました。やっと念願の取材が、はい、弊社のバルカナイズロンドンといいまして、はい、イギリス の、 ものを扱っているセレクトショップになりますが、はい、主に、今の時期もうそろそろもう放送中は公開になっているかなと思うんですけど、映画の007ついに、はい、グッズも扱っておりますし、あとは、大きいところで言うと英国王室御用達のブランドが多く揃っている、はい、イギリスの濃い部分を集めたセレクトショップになっております。僕の大好きな世界で、早速後ろにございますのが、はい、007アイテムを集めているんですけれども、うん、ジェームズ・ボンドって結構イギリスものを着用していて、その中でもターンブル・アンダーサーであったりグローブ・トロッターだったり、あと愛飲しているボランジェさんなんか、はいはい、取り扱ったりしております、うん、あとはイギリスに007ストアっていうオンラインショップがあるんです。ほうほうほう。公式グッズを扱っているオンラインストアで、うんうん、そちらと今弊社一緒に提携して、はい、007グッズこういうガジェット小物系を、あ、そうなんですね、はい、いっぱい扱っております。ノートとかすごい可愛いですね。そうなんです。こちらはアストンマーティンさんと、ボンドカーといえばアストンマーティンなので、うん、グローブトロッターは映画のスカイホール、うん、3作前から、うん、オフィシャルパートナーとしてやっているんですけども、こちらは、今回のノータイムトゥーダイのモデルになってます。登場予定の、うん、はい、すごいいい色ですね。そうですね、ブリティッシュグリーンで本当にクラシックなイギリスを感じていただけるカラーになってます、うん、あとこのモデルを機会にグローブトロッター4輪のモデルを出しまして、ね、初めて見ました、はい、これ4輪。そうなんです。より使いやすくなっているかなと思います、はい、こちらがバックス&ストラウスさんになります。もともと1700年代に創業されたダイヤモンドメゾンさんなんですけれども、2006年から時計も作ってらっしゃって、はい、ダイヤをより美しく見せる時計っていうのを作ってらっしゃいます。これバックサンドストラウスを、扱われたのって、はい、何年前からですか？そうですね、ここのお店がリニューアルしたのが昨年の10月なんですけれども、うん、弊社が、英国王室御用達のブランドを多く扱っているので、うん、お客様もそういったファンの方多くて、うん、こちらでバックサンドストラウスさん紹介していただいて展開することになりました、うん、はい、そうだったね。また素敵なブランドが1個増えたということですね。そうなんです。で、実は今回ちょっとブランドさんに特別にお借りして、はい、1900年代の、はい、台帳をお借りしておりまして、おー、すごいすごい、はい、本物ですよね。そうです、当時のものなので、ちょっと開いてみますが、28年から31年って書いてある、はい、すごい、そんな古いんですね、うん、当時の取引、ダイヤの取引をしていた、クライアントさんが載っていたり、取引金額が載っていたり、本当は金額が全部出てる、はい、中にはちょっと名前は言えないですけど、ジュエリーメゾンさんの名前も連なっていたりするぐらい、そうかそうか、そうですよね、ダイヤモンドを下ろしてたんですね、はい、そうなんです。それだけ素晴らしいクオリティのダイヤを扱ってらっしゃる。後でちょっと探してみようか。探します、はい、ぜひぜひどうかなって、はい、でこちらも英国王室御用達チャールズ皇太子が、はい、着用されてます。ターンブランドアッサーというシャツ、大好きなブランド、大好きなやつですね、はい、昔よく着てました、はい、ここも生地も厚いし、ちょっと革靴みたいなシャツブランドで、ね、襟がすごい硬いんですよ、バリッとね、はい、なので、1、2年うん、着慣れてもらってやっと自分のものになっていくっていうシャツブランドです。あとこれ007ですよね。そうなんです、よくお気づきでどういうことどういうこと、はい、実はこのターンナップカフって今となってはシャツよくある仕様ではあるんですけど、はい、当時ターンブルがボンドのために作ったシャツの仕様、そうなんですね、はい、袖口の仕様で、ボンドってスパイなので、ダブルカフスが大好きなんですけど、カフリンクスをよくなくしてたんですね設定では、はい、なのでこういうターンナップでちょっとドレッシーなんだけどボタンで留めれるようなタイプっていうのが
できたと言われています。映画でサッコがちらっと見えて、はい、そうなんです、これと違うみたいな、はい、でこちらはあのまさにドクターノーで、あのあー、ショーン・コネリーが着用していたモデルですね。だからこうサックスブルーもあるんだ、はい、そうなんです。ちょっとオタクの話、はい、ボンドといえばサックスシャツそうですね、いや、いいな、はい、これはたまらんやつですね。あとは実はネクタイもこちらの3本は、はい、ボンドのネクタイになっていて、あ、そうなんですね、はい、これはピアース・ブロスナンが劇中でつけていた、はいはい、モデルになりますね。どれもなんかいい柄というかね、うん、しかも俺そういうなんか裏にあるストーリーがたまらないじゃん、はい、もうこれだけでお酒がグイグイ今日初っ端からすごいですよね。すごいよね。このお店自体がねすごいんですよね。ずっと来たい来たいって2人に言ってたところだね。キャーキャー言ってましたから。ありがとうございます、はい、こちらがあのメンズのコレクションになっていまして、バークレイというモデルですね。素敵ですよね、はい、ユニオンジャック、はい、似合いそう、ね、これすごい右側のユニオンジャックは全て石で表現されていて、赤い石がルビーで、ブルーの石がサファイアで、白い部分はダイヤモンドになってます。これいいな。いや絶対お好きだと思ってました、うん、私モデル名もジョンブルーといって、まさにイギリス体現している名前ですね。いいね、いいですね、はい、ね、うん、あのところでさっきお聞きしたんですけど、はい、うん、このダチョウさんの私すごい気になってて、なんでかなっていう、ね、なんでだろう。なんかそしたらそのストラウスさんの、そうなんです、ストラウスっていうのがダチョウなんですね、はい、ストラウスっていうのがドイツ語でダチョウの意味で、うん、はい、あ、まあ、そうなんですか、はい、そうなんです。でバックスさんとストラウスさん、1800年代に2つのブランドがあのくっついてバックス&ストラウスっていうことになってるんですけど、そのストラウスさんがあの入った時にダチョウのマークがつけられたって言われています。そういうことだったんですね、はい、で今あのダイヤモンド あのクオリティを証明するホールマークにもあのダチョウのマークが使われていたりと、なるほど、がありますね。こちらがあの今年から日本初上陸を果たしましたエヌピールというブランドです、はいはい、で弊社でしかやってないんですけど、実は今度のノータイムトゥーダイ、新しい007の映画で、はいはい、あのダニエル・クレイグが実際にこれを着て戦っている。あ、そうなんですか、はい、まさにボンドニットが、だから見たことあるんだ、ビジュアルって着てますよね。そうなんです、はい、カタログにも載ってるんですけれども、はい、あ、こういった形で、それだそれだ、はい、それだそれだ、はい、おー、いいな、はい、これいいな、これ。そう、もともとあのアーミーニットを元に映画のためにデザインされたもので、はい、素材も、まあ、カシミヤブランドなんですけれど、ウール 90% で、カシミヤが 10% 混合されてます。だからこう、はい、うん、いい感じなので耐久性もあるので、いい一番こう着倒しやすいニットかなと思います。本当はちょっとミリタリーテイストの、そうなんです、ディテールが、これいいな、あ、いいなこれ、はい、エヌピールも今年からですか。今年からなんです。うーん、はい、井上さんの肝いりセレクションですね、はい、おー、なるほどなるほどこの色も好き。そうですね、こちらもあの映画スカイホールで着ていたモデルですね、ダニエル・クレイグが。いい色ですねこれもね。そうなんだ、そうなんです。これまさに自分の実家にあの帰って戦う時に、あ、バブアの下に来てます。あれの時だ、はい、これだ、はい、そっか、後で買って帰っちゃおうかなみたいな。1回でご紹介したビクトリアコレクションというのがこちらの2本の時計になっております。はい、うん、こちらはあのビクトリア女王をあのモチーフにして、あの、まあ、ハートのデザインでダイヤがあしらわれているという時計で、盤面の方もあのマザーオブパールを使われているので、ちょっとアンティーク調に作られている女性向けの時計になりますね。これ手に取っても大丈夫？もちろんです。恐ろしい、ちょっと恐れ多いですよね、うん、お名前しかり。これとかだってまるちゃんのなんかものすごい好きな感じ、うん、はい、もうよだれがね、うん、かわいいですねすごいかわいい、縦のベルトでちょっとこうベルトをつけるのが怖いんですけどね、うん、すごい綺麗ですよね。どうみんなに見せたらいいかな、うん、みたいな、こんな感じですかねまたあの文字盤とかも小さいので、本当に女性にぴったりで、あのファッションアイテムとしてもお楽しみいただけるかなと思いますね。うん、で
もこれセッティングとかがめちゃくちゃ大変そうですよね、はい、うん、そうですね、ジュエリーと違って下に空間作れないので、ね、あのダイヤモンドの光をきれいに出すためにあのベゼルのところも少し斜めにしてあっていろんな角度から光が当たって、うん、ダイヤモンドがきれいに輝くようにデザインされてますね。ちょっと工芸品のような。本当にあのイギリスってやっぱりあの伝統的な技術が長くあの受け継がれているブランドが多くてバックス&ソラスさんもその一つなんですけど、はい、まあ、元々昔からあの先ほどもお伝えしましたけどダイヤモンドの専門ブランドとしてやられてきたので、あのもう世界でもトップクラスの職人技を使ってダイヤモンドと時計をこうミックスさせていると。この2本も素敵なんですけど、まだまだありますか、うん、はい、はい、ですね。であのあとはあの定番のコレクションになりまして、はい、3種類のデザインがあるんですけれども、はい、このオーバル型のデザインがあのリージェントコレクションと申します、はいはい、で、まあ、先にちょっと形からご紹介すると、このスクエアタイプが、バークレー、はいはいはい、というものでですね。であの丸のラウンド型の方がピカデリーというモデルになってます。それぞれあのロンドンの地名があの名前についてるんですけれども、まあ、リージェントエリアっていうとあの皆さん観光でもイギリスでロンドンに行かれると一回訪れるかなと思うんですけど、少し弧を描いたあのこう道ストリートになっていて、あのそれはもう1800年代に、作られたあの、まあ、それこそリージェント王子があの、うん、宮廷の建築家に頼んで、作られた町並みなんですけども、そこをイメージした綺麗な、うん、あのオーバル型のデザインになってますね。いや確かにリージェントストリートってちょっとこう、うん、そうなんです、先が少し見えない。あ確かにそうですね、はい、もう今一番の大通りで人気の観光地ですけども、うん、バケットダイヤだよ、はい、バックス&ストラスさんの特徴的なカッティングのラウンドカットではなくてバケットタイプで、これは特にあのこうセッティングするときに職人技があの必要で、まあ、あの穴を開ける職人さん、爪をつける職人さん、まあ、セッティングされる職人さん、あの3人の息が合わないと本当にできない。これ大きさはどのくらいなんですか？大きさ52ミリですね、はい、まあ、はい、はい、なってますね。なんかでもフィット感良さそうですね、うん、これレディースだよ、これ、うん、レディースも、はい、じゃあこちらを私が僭越ながら、はい、ぜひぜひお借りしたいと思います、うん、こちらはぎっしりダイヤモンドが盤面に敷き詰められております、うん、はい、ぴったりじゃん。今お付けいただいてるタイプで 3.17 カラット、うん、はい、ダイヤがついてますね。でもなんかこう、うん、たくさんダイヤついてるんですけれども、はい、なんて言うんでしょう、下品でないというか、そうですね、いやらしさがなくって、はい、本当に上品なデザインになってますね。このベゼルの形も可愛いな。でもこれダイヤギラギラだけれども、なんかこういやらしくギラギラしないっていうか、もう上品ですよね。そうですね、本当にあのそれはあの、うん、ダイヤモンドのカットの仕方だったり、やっぱりセッティング、あとはデザインの仕方でこういう形になってますね、うんうん、であとはこのバックス&ストラウスさん、あのやっぱり英国王室とつながりが強いので、うん、ゴージャスなものの中にもこう質素さというか、あのシンプルさっていうのは常に求められるものなので、うん、あの王室の、はい、時計、あの時計とまつわりが深いバックさんならではのデザインかなと思いますね。とかものすごい上品だもんね。モーブルな感じします、ね、はい、福田さんほら、あのオブシもそんな感じそのままこう肖像画になれそうな、はい、こちらのモデルが手巻き式のモデルになってます。あ、なるほどね、はい、うん、まあ、もう一度おさらいすると、だからバックス&ストラウスってそのイギリス の, あの、まあ、すごい由緒正しいダイヤモンドでの、あの、まあ、ブランドで、で、まあ、以前からフランク・ミラーにダイヤをこう供給してた、まあ、まあ、だからサプライヤー で,、まあ、でそれが縁になって、じゃあバックス&ストラウスで、時計を作りましょうっていうんで、まあ、フランク・ミラーグループで時計を作るように
2006年からスタートしております。だからまあその、時計はフランク・ミュラーが作って、うん、でバックサンド・ストラウスがその、まあ、ダイヤモンドを供給してっていう、はい、まあ、一流と一流が組み合わさったという、はい、まさに結構コラボですね、はい。特にあの本当にダイヤ、もともとダイヤメゾンなので、ダイヤモンドメゾンなので、本当にダイヤの石が綺麗に見えるっていうのをあの一番に置いた時計になってますね。うん、だから通常のまあダイヤ付きの時計っていうのは時計を美しく見せるためにダイヤを、はい、だけどバックサンドストラウスの場合はダイヤを美しく見せるための時計だって言われていて、でもこういうのを見ると本当にそうだなっていう、はい、ね、納得しちゃうよね。時計っていう側面も大きいかもしれないんですけど、うん、まあ、どちらかというとジュエリーに近い時計になるかな、うん、だからダイヤモンドの美しさをまあ楽しむ一番いい方法の一つとして、じゃあ時計にしましょうっていう、はい、こういうの見てると本当納得しちゃうよね、うんうん、そうかっていう感じです、ね、欲しくなっちゃう。お家が買えそうなのことないですか、ね、買えちゃうかもしれないですね、はい。で、本日は実は特別な2本を用意していただきまして、すごいな。奥の方は全面ダイヤのモデルになりまして、はい、美しいダイヤモンドの石をさらに楽しんでもらえるモデルになっているので、オーバルの方で 16.5 カラット以上になってます。で、真ん中のラインがあの赤い石がルビーになってますね。ベルトも本当に滑らかで付け心地も抜群なので、ぜひよろしければ丸山さんにつけていただきたいなと。どうしよう、じゃあ はい、ありがたくこんな機会はめったにありませんので、ぜひぜひ、うん、ちょっと持ち上げるのに緊張しますね、はい、16.5 カラット、そんな数字聞いたことないぞ。うわ、一つ一つの石も大きくて、はい、あ、うん、うわすごいですね。ダイヤの部分はさらに細かいダイヤですね、はい、入ってますね。うわすごい、つけてみて、うん、つけますつけてみてください。どうですか、ベルトの部分もすごいしなやかですね、はい、腕に沿うような形で、これはあのティアラとかをつけるよりもプリンセスになった気持ちになります、はい、はい、うん、お似合いですね、うん、本当ですか、うん、いやこれは光栄ですね、うん、本当驚くほどフィット感がよくびっくりしちゃいます、はい、いかがですかちょっといやいやすごいなこれ、うん、あとはせっかくなんであのルーペで石の綺麗さもぜひ見ていただければ、はい、でかっすいません、ね、いやいやすごいです、あの、うん、もう大きいとかいうレベルではなくてですね、まばゆいですね、はい、本当に。でこのダイヤの一個一個の光があの、はい、バックスさんの特徴で、はい、あのアイデアルカットですか、はい、バックスさん特有の技術になりますね。なんかすごい万華鏡の中のドジャタみたいになりませんか、うんうん、こうやっぱりカーブしてるんですね裏が。そうなんです、うん、こういったことをあのベルト の, その付け心地一つとってもやっぱりこうバックサンドストラスさんの職人技を感じていただけるかなと。あ、こっちもすごい、うん、ほらわなんか、はい、すごいですね、はい、腕に乗せて、わほらほらほら、わちょっとこれ読めないけど時間が、はい、すごい、はい、ちょっと見てって言って、うん、そう、いやすごい、どこから見てもダイヤですね。そうです、すごい光が綺麗、すごいすごいすごい、はい、これ目が回っちゃいますすごい。でもこれだけダイヤがついててもやっぱり上品なんですね。はい、上品ですね、うん、そしてブレスレットが驚くほど薄いですよ、ね、はい、これはいいね、びっくりしてしまいます。なかなか見られない時計ですよね、うん、素敵素敵、このお仕事をしててよかったなと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、まあ、通常だとここで今日のまるちゃんの一本なんだけど、今日はほら時計以外にもいろいろあったんで、難しいよねっていうか、もうあのどれも素敵すぎて選べないなと思ったんで、うん、じゃあ今日特別なしそういうことで大丈夫ですか。そういうことだそうです、はい、ゆるいうちの番組、はい、はい、じゃあ
今日は本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。まだ僕はね、個人的には全然見足りてないです。そうね、この後ゆっくりご案内します。延長線を あれですよね、ここあのこの前お聞きしたんですけど、はい、こう自分の好きなワークスペースに。そうですね、あの社員も含めてあのいろんなスペースが空いているので、ね、あのぜひお気軽に遊びに来ていただいて、仕事をしていただいても遊んでいただいても、ここでリモートワークしてもいいんだ。、ね、もちろんです。リニューアルしてからなんかより一層居心地が良くなったみたいなので、はい、今度来ちゃおう。ぜひぜひお待ちしております。、はい、というわけでいつも同じ話してますけど、あのお店に行ってほしいとか、あのブランド気になるよというなどがあればどしどしと、リクエストください。はい、ということで、また次回も見てください。じゃあよろしくお願いします。じゃあ。